今年は、毎年作ってるんですけど、これ高見メロン、高見メロンの苗。ちょっと団地だな、団地になるのか、高見は。これを3月の9日に撒いて、約25日目ぐらい。この高見メロンは、二つる、四花取り、一株で。二つる出して、四花取りしていこうと思ってます。それの栽培の、収穫までのやつを、今年は、ところどころ取っていければなぁと思ってます。ぜひ、ここから先もちょっと見守ってみてください。マスクメロンとはちょっと栽培の方法が若干違うので、二つる出して、二個ずつ鳴らして、一本の苗で四つ取る栽培方法をやります。はい。そんな感じで。これを、あとちょっとすると、苗の間に摘心するので、摘心の動画も撮りたいと思います。以上です。